漂白者か。いいところに。こいつ商業区域でこそこそ嗅ぎ回ってて、なんか怪しいから見張ってたんだ。でさっきまで探し物をしてるちっちゃい女の子と一緒にいたんだけど、その子急にいなくなっちゃったんだ。これってやっぱおかしいよね。金獣医鹿だ。そこのお前、路上活動の許可証を見せてもらおうか。許可証？私、しがない情報屋で名をアールトと申します。今は気ままに旅をし、皆さんにお力添えを。はい、無許可ね。となると店舗も持ってないってことかな。で、店舗？情報商売に店舗って必要なの？なんですか？はあ、じゃあ団体活動許可証を見せてくれ。待て、うちは信用第一、明朗会計、どんな情報でも取り扱っている優良店。なんならここに大陸名情報屋賞受賞賞だって。明確な業務実態がない、つまり違法営業だね。オタク責任者は？ちょっと呼んできて。責任者？あのお方はとっても立派なお方なんだぞ。それはこの星と共に誕生した古き存在、いわば星そのものの意志、世間万象を映す鏡。だから責任者を呼べ、責任者を。ああもう、ここまで言ったのにまだ信じないの？おかしい、ありえない。はいはい、信じる信じる。状況はよくわかった。じゃあとりあえず署まで来てくれ。頼むよ五章だよ。俺はただ人を探してただけで。こんな感じの子供で、人混みに紛れてても一目でわかるような。どんな感じだよ。ほら、君がさっき言ってたあの子だよ。ああ、そう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 、まさにそう。ってあれ、危ないですよ。あんこ大明神様がよ、心配かけさせやがって。おい、何するつもりだ。ジオインさん、俺が探してたのはこの子だよ。あんた、あんこちゃんだね。この人を知ってる？うん、あんこ知ってる。無免許営業で、金の亡者で、盗み聞き大好きで、子供をいじめるのも大好きなアールトおじさん。あ、でも悪い人じゃないよ。あんこちゃん、俺言わなかったっけ？おじさんはやめて、俺まだピチピチなんだけど。ベリーナさん、これはどういうことですか？裏山から帰るときに崖のそばで偶然出会ったんです。それもなんとか薬の調合が間に合ってよかったですよ。出ないと恐ろしいことになってました。あんこの心配してくれてありがとう。でもこういうのは慣れっこだからね。あんこちゃん、どうして一人でそんな危ない場所に行ったのですか？大丈夫、全部行ってみよう。それはこのお兄ちゃんを見張るためさ。
変なアニメでも見たのかな、アンコちゃん。皆様からどうかお気になさらず。ねえ、アールト。アンコに行けって言ったの、アールトだよね。なのになんかみんなの目、やばいよ。だからアンコちゃん、そういうこと言っちゃダメなんだって。はあ、しょうがない。こうなったら、もう素直に打ち明けるしかない。ここへ来たのは仕事のためだ。それも非常に重要なね。なんせ。アンコ。アールト、待って。じゃあな、こっちには世界を救う使命があるんだよ。待て。